サベナ航空548便墜落事故は1961年2月15日にベルギーの首都のブルッセル近郊で発生した航空事故である。この事故で同期の乗客乗員72人全員と地上にいた一人が死亡した。同期にはチェコスロバキアのプラハで開催予定だった世界フィギュアスケート選手権に向かう途中のアメリカ代表チームが登場しており、 全員が犠牲となった。同系機のボーイング7071961年2月15日、サベナ航空548便ボーイング707から329は、アメリカのニューヨークアイドルワイルド空港から、ベルギーのブリュッセル国際空港に向かっていた。事故機については、ブリュッセル国際空港上空で、着陸体制に入るまでには、特段のトラブルの前兆は見られなかった。 10時5分ごろ、パイロットは滑走路が開くのを待つために、空港上空で旋回し始めた。その時、目撃者の証言によると事故機の機体が制御を失って、上昇と横傾斜を始め、ついにはバンク角が90度ほどに達し、そのまま空港近くの村落に墜落した。事故機の機体は炎上し、乗員乗客全員が即死した。 村落の畑で働いていた住民の男性が、機体から飛散したアルミニウム片の直撃を受けて、死亡し、もう一人の住民も、残骸の飛散で脚部を切断する重傷を負った。この事故の知らせを受けて、当時のベルギーのボーダン一世国王とファビオラ王妃が、事故現場に駆けつけ、犠牲者の遺族に弔意を表し、負傷者とその家族を、見舞った。 この事故の正確な原因については決定されなかったが、事故機の水平安定板は、機種上げ側20.5度の位置にあり、これは事故当時の状況ではあり得ないものであった。調査団は水平安定板のトリム調整機構の不具合が原因で機体が制御を失ったものと推定した。事故機には、1961年世界フィギュアスケート選手権に出場予定だった。 アメリカ代表チームの選手18名とコーチ、審判員、選手の家族など16名が登場していて、全員が死亡した。犠牲者の中には、1932年、レイクプラシットオリンピックのフィギュアスケート女子シングルの銅メダリストで、全米フィギュアスケート選手権で9回優勝した、経験のあるマリベル・ビンソンと、マリベルの2人の娘で1960年、 スコーバレーオリンピック女子シングル6位。1961年、全米フィギュアスケート選手権女子シングル優勝者のローレンス・オーウェンと1960年、スコーバレーオリンピックペア競技10位で1961年、全米フィギュアスケート選手権ペア競技優勝者のマリベル・オーウェンなどが含まれていた。このアメリカ代表チームの事故を受けて、同1961年の世界。 フィギュアスケート選手権は中止になった。アメリカの当時の大統領であったジョンカイ・ケネディはホワイトハウスから事故の犠牲者に対して哀悼の意を表す声明を発表した。ケネディはとりわけ、ケネディの個人的な友人でもあったペア競技の選手、ダドリー・リチャーズの死に衝撃を受けていた。ビブ付近の残骸犠牲者の中に当時最高と歌われた。 アメリカフィギュアスケートのコーチ陣や主力選手たちが含まれていたため、1950年代から前世を極めていたアメリカのフィギュアスケート界にとって優位な人材を多く失った本事故は壊滅的な打撃となった。このため、本事故で有能な指導者を失ったアメリカフィギュアスケート界は、欧州からカルロファッシやジョン・ニックスなどといった指導者を招聘し、 再建に取り組むことにもなった。1964年のインスブルックオリンピックで当時14歳と363日だったスコット・アレンが男子シングルで銅メダルを獲得しているがフィギュアスケート王国アメリカの復活は1968年グルノーブルオリンピックでのペギー・フレミングの女子シングル金メダル獲得とティム・ウッドの男子シングル銀メダル獲得まで待たなければならなかった。 また、本事故が発生する2ヶ月前に、全米フィギュアスケート協会会長に就任したばかりだったフランク・リッター・シュムウェイは、事故の犠牲者たちを記念するために、全米フィギュアスケート協会メモリアル基金を設立した。この基金は、アメリカ国内の有望な若手フィギュアスケート選手の訓練を助成するためのもので、2016年の時点でも存在している。 事故から50年後の2011年に1961年世界フィギュアスケート選手権アメリカ代表チームは全米フィギュアスケート協会言動入りを果たしている。ありがとうございます。